スケッチャップ、スケッチャップ、スケッチアップは、パソコン用の三次元モデリングソフトウェアである。直感的な操作性により習得が容易で、無償版も用意されていることから、建築や教育分野をはじめとして、プロアマチュアを問わず広く普及している。ベイトリンブルが開発、提供している 3D デザインツール。もともと、スケッチャップは、ベイ。 ラストソフトウェアが開発と販売を行っていたが、Google が同社を2006年3月に買収して、すべての権利を引き継いだ。2012年5月に、現在のトリンブルに買収されている。無償版は、DXF など、ファイル入出力形式が制限されるほか、高解像度の画像出力、レイアウトと呼ばれる、図面作成ソフトが同梱されていないなどの制限がある。 2013年現在、商用版は、スケチャッププロデュースド 2013, 無商版は、スケチャップ2013メイクと名称を変更され、無商版の商用仕様は禁止されている。スケチャップは1999年、コロラド州のボルダーで設立された新興ベンチャー企業、ラストソフトウェアによって、みんなの 3D、3 d for e v e r y o n e というキャッチフレーズを掲げ、 汎用 3D 作成ツールとして開発された。このキャッチフレーズは、トリンブル社に開発が移行した2013年現在でも、スケチャップのサイトで見ることができる。ラストでは、バージョン5までのアップデートが行われた。現在もモデリングの基本となっている、プッシュプルツールは、2000年11月22日に、合衆国にて特許が出願されている。 スケチャップは当時 Google Earth の機能強化を進めていた Google の目に留まり2006年3月14日ラスツ社は買収され同年2006年4月27日に Google スケチャップが公開される2007年1月9日に公開されたスケチャップ6にはプレゼンテーション作成ツールのレイアウト線に沿って面を押し出すフォローミーツールが搭載される 2008年11月17日には、スケチャップ7が公開、Google 3D ギャラリーとコンポーネントブラウザが統合され、動的コンポーネントが追加される。2010年9月1日には、写真称号やシーンのサムネイルなどをサポートした、スケチャップ8がリリースされた。2012年4月26日、カリフォルニア州、サニーベールに本社を置く GPS 測量機器大手の、 トリンブルが Google からのスケチャップを購入を発表2012年6月1日には買収を完了した。2013年5月21日、トリンブルは買収後の初のバージョンとなる商用版スケチャッププロ2013及び無償版の後継バージョンスケチャップメイク2013を新ドメイン sketchup.com 上で提供を開始した。 このバージョンからインストール先の標準フォルダが Google から SketchUp へと変更された。2014年2月26日に SketchUp2014 がリリースされた。2014年11月4日に SketchUp2015 がリリースされた。2015年11月17日に SketchUp2016 がリリースされた。2016年11月7日に スケチャップ2017がリリースされた。2017年11月14日にスケチャップ2018がリリースされた。スケチャップメイクは廃止され、ウェブ版の前、スケチャップはスケチャップフリーに改名された。プッシュプルと呼ばれるツールなどを用い、3次元空間で見たままの状態で感覚的な 3D モデリングを行うことができる。 三次元空間での操作を容易にするため、マウスポジションによる推定機能が充実している。また、数値による正確なモデリングも可能である。反面、サンドボックスと呼ばれる自由局面を作成するツールも用意されているものの、人体や自然造形、自動車などの複雑で有機的な曲線を精密に作るには、高い習熟レベルを必要とする。 モデルはサーフェスモデルのポリゴンモデルであるが、レンダリングにより、疑似局面のモデリングも可能である。通常、ハイエンドの 3D ソフトウェアは、モデリングツールとレンダリングツールが分離しているが、スケチャップでは画面に表示された状態がそのまま、最終的な出力となる。このため、ポリゴン数が大きいモデルを作成する場合は、高性能のグラフィックボードが必要となる。 画面の表示設定は、スタイルとして管理され、ワイヤーフレーム、シェーディング、モノクロームなどの面の表現やエッジの幅、空や地面の表示形式を複数設定して切り替えることができる。ポリゴンのエッジと輪郭を描画するトゥーンレンダリングをリアルタイムに生成することができる。ペンや鉛筆の描画を表現するため、スケッチエッジと呼ばれるエッジ表現や、短点や、 線付き出しの調整が可能である。光源については、グローバルイルミネーションや屋内照明はサポートされておらず、太陽光の濃淡のみの表現となる。このため、フォトリアルなレンダリング結果を得るためには、以下のうなサードパーティー製の外部プラグインが必要となる。東角投影遠近法、パースペクティブに加え、建築パースで用いられる2点投資法で表示する。 ことが可能である。JPG や PNG 形式の画像を面に貼り付け、モデルの素材を表現することができる。マテリアルは個別に透過動を設定することができるほか、PNG 画像については透明がサポートされている。鏡面や反射、表面の凹凸を表現するためには、外部プラグインによるマテリアルの設定及び、レンダリングが必要になる。マテリアルは回転、傾斜、 拡大縮小することが可能である。スケチャップ2018では、セクションカット、フィルという機能が追加され、断面平面でカットされた面を塗りつぶすことが可能になったスケチャップはサーフェスモデルのため、それまでは厚みのある壁を断面平面でカットした際に、壁の内部が見えていた。Google が買収後、Google 3D ギャラリーの提供が開始された。ここでは、 Google Earth で閲覧できる建物データや世界中のモデル作成者がデータを公開しており、スケチャップに直接ダウンロードすることができる。トリンブル社買収後はトリンブル 3D ギャラリーに名称を変更したが、2014年途中まで2年間ほどは Google ドメインで引き続き運用されていた。2014年に名称が 3D ウェアハウスに変更され、 ドメインも sketchup.com に移転した。3D ウェアハウスに移行後も、モデルデータの提供方法や利用ライセンスなどについては、おおむね Google 3D ギャラリー時代から変更されていない。カメラを自由に配置し、それぞれに、モデルの表示、非表示切り替え、断面カットの位置、影の設定、時刻、オンオフなどをシーンとして設定することができる。 このシーン間をスムーズに視点移動させることでアニメーションを作成することができる。作成したアニメーションは AVI や JPEG 形式で出力し、ムービーを作成することができる。通常のモデルは移動しないが、動的コンポーネントを利用することによって、モデルを移動したり回転させることができるほか、スケチャイファシックスなどの外部プラグインを用いることによって、 物理シミュレーションを行うことが可能である。モデルをコンポーネント化し複製した後、一つのコンポーネントを変更すると、他のコンポーネントにも変更が反映される。コンポーネントは面に配置した際に穴を開けることができるため、壁に窓を配置するときに便利である。また、カメラに向かって常に生態するように設定することができるため、二次元で 作図された樹木や人物を配置した場合でも、疑似的に立体に見えるように扱うことができる。グループも同様にモデルを一つのまとまりとして扱うが、変更が他のグループに反映されない点がコンポーネントと異なる。ファイルの整合性を簡便に保つため、コンポーネントは外部参照ではなくすべてファイルの内部に保存される。一度利用したコンポーネントは配置しなくても、 ファイル内部に保持されるた、大量のコンポーネントを作成すると、ファイルサイズが非常に大きくなることがある。商用版のスケチャッププロデュースドと無償版のスケチャップメイクでは、入出力可能なファイル形式が異なるが、DXF の入出力など、外部のプラグインを用いた場合には可能なものもある。写真称号と呼ばれる機能を用いて、写真のパースペクティブをなぞることで、 3D モデルを構築することができる。図面が入手できない場合や、Google Earth 用の簡易なモデルデータ作成に用されている。プログラミング言語 Ruby を用いてプラグインを開発することができる。本体のみでは作成の難しい形状、螺旋、面フィレット、ベジ曲線などをパラメータ入力により自動作成した外部のレンダリングエンジンへの出力をプラグインが商用。 気象用を問わず豊富に用意されている。無償版にも同様の機能が備わっているため、プラグインは商用版と同様に動作する。スケチャッププロデュースの2013からは、エクステンションウェアハウスと呼ばれる機能が追加され、ウェブ上から直接、プラグインをインストールすることが可能になった。署名著者、編集者、出版社、出版元、出版年 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。